みなさん、こんにちは。しょりみちゃんのしほです。はい、というわけで今回もね、撮っていきたいと思うんですけど、サムネを見た方見てない方いるのかなって感じなんですけどサムネを見た方ちょっと全員見てるんじゃないサムネを見た方、はい、ちょっと疑問に思ってるかもしれないんですけど、はい、大変申し訳ございませんでした。はい、ということで申し訳ございませんでした何を謝りたいかというと、先日ですね、私生放送してまして、はい、ゲームの、あの時はあれだよね、マインクラフトの、マイクラだっけ、マイクラの時だったね、あれ多分で、生放送してて、はい、しました。で、コメ欄に、あ、コメ欄かけるんですよ、コメ欄に、鬼滅のウェハース出てるよ、ってコメントが来たんですね。教えてくれたんですね、はい、で、なんか、うちだわ、なんかプリパラ時代を思い出して食べきれなくて、買わなくて、一貫ってる話したわけですよ。そうなんですよ、まあ、あのプリパラの時もこういう、なんか、あ、でもグミだったかな、グミだったねなんか、カード欲しさに、私はめっちゃいっぱい買って、食べきれないっていうね、そうそういうのが続いててもったいないなって思ってたんだよね。で、あげるにしてもみんなね、もう飽きちゃって、周りの友達とかも飽きちゃって、っていうので、結構余ってたんだよね。はい、はい、で、なので、今回こう、鬼滅のこのウェハースを見た時に、おお、20袋で1ケースかと思って、はい、結構あるなと思ったんですよね。なので、予約もしないでいたわけですよ。はい、そうです、皆さん、大ガチファンの人はもう予約必須だと思うんですけども、漫画とかはね、もちろん予約とかしてるけど、はい、これはウェハースも1回も予約とかしたことなくて、まあ、買えたら買おうかぐらいの感じだったんですよね。そうで、理由はなぜかというと、その生放送で話した通り、お菓子たくさん大量に予約して買っちゃっても、はい、我が家あんま食べないので、お菓子食べないんですよ。あんちゃんってなんかね、あんまりね、食べないんだよね。で、リミもなんか、そこなんか決まったお菓子しか食べないっていうか、決まったお菓子ずっと食べてる。で、ママもあんまこれ食べないし、ポテトチップス好きだね。ポテトチップス好き。そうで、パパは本当全く食べない、ね。食べない。パパお菓子、こういうお菓子食べないんですかね。うん、はい、ということで、で何がごめんなさいなんですか、それで。それですね、今回、謝罪した通り、なんとウェハースを買ってきました。なんと1ケースでーす。じゃじゃーん。なんだよ。こちらでーす。なんだよ、あんだけ買わねえとか言っといて、そうそう、買ってるじゃんっていうね、きっとね、ふうに思った方がいるんじゃないかと思って、はい、ごめんなさいっていう動画だったんですよね、はい、ちょっと今買うつもりなかったんですよ。そうなんですよ、なかったんですけど、めっちゃ置いてあってあの、どこだっけ、ゲオだっけ、ゲオで、ゲオに行ったら、そう、漫画を借りようと思って行ったら、目の前にドドドドドなんですよ。すごいよね、もう6ケースぐらい、そうあって、やばいと思って興奮しちゃって、めっちゃあったよね、それでさ、穴場だね、あ、だまだね、ゲオだってもう発売してからさ、もう5個ぐらい撮ってたよね、撮ってたよね、なのでもう目の前にしてしまって、どうしようって悩んだんですけど、そうですね、でもなんかせっかくね、綺麗にこう、あるから、綺麗にあるね、このまま今回はじゃあ買いましょうということで、はい、来てしまいました。はい、申し訳ございません。買わないとか言いつつ買ってしまって本当に申し訳ございません、はい、それとですね、さらに謝ることが、でもこれはもちろん謝らなくていいか、謝っていいと思うんだけどとか言って、で、その前の日にドンキに行ったら、いつもあんまり行かないドンキに行ったんだよね。はい、それで、うん、ドンキに行ったら、うん、このね、ロングステッカーガムっていう、やつと、はい、これね、こちらのやつと、はい、日輪刀コレクションっていうやつを、なんとこれはね、ちょっと遠慮して2つずつだけ買ってきました。いや、これでも遠慮してないと思いますけど、あ、遠慮してたら1個だった、1個だった、2個買ってきてしまいました。はい、すいません、すいません。ということで、はい、初めてだよね、でもこのガムとかさ、ガムとか初めて、お菓子、食玩っていうの、こういうの、食玩買ったの、これもガムだ、そうだね、食玩買ったの初めてかな、初めて、そうなんですよね、我が家あんま食玩、この鬼滅では買ったことがなかったという、まさかのまさか、まさかのまさか、プリパラ時代はめっちゃ買って、アイカツとか、アイカツとか買ってた、買ってたよね、カード目当てでよく昔は買ってたんですけどね、パン買ってた、あ、そうそう、プリパラ時代ね、パンも買ってたよね、パンを買うと中にカードが入ってたよね、そう、めっちゃ可愛いね、カードが入ってて、そうそうそう、懐かしいね、はい、ということで、じゃあね、せっかく買ったので開封していきたいと思います。はいはい、ということで、もうね、皆さん開封してるから中身はもうみんな知ってると思うんですけど、言っていいですか、はい、私知りません、そう、知らない人もいるんじゃないかなと思うのではい、じゃあちょっとね、ハサミを、で、じゃあ上ハウスからでいいですか、そうだね、上全部切っちゃおうか、あのプリパラ時代を思い出す、あ、プリパラ時代を思い出す、せーのってやるやつですよ、そうです、そうです、うわー、楽しいやつか、全部20袋を上を開封して一気に出すというね、よくやってたよね、これね、よくやってた、これ
ということで、こんな感じで全部開けたので、めっちゃいい匂い、ミニューするよね、ハイブハウスと。はい、一つずつ紹介、じゃんじゃんいきましょう。まず1枚目いきます。じゃん、おお、炭治郎ですね。いいね、いいね、こんな感じなんだ。ほんと初めて見るかな、初めて見る感じだ。いいね、こんな感じで、うん、はい、どんどんいきますね。はい、どんどんいきましょう。もう2つ目、じゃん、炭治郎ですね。かっこいい、あ、かっこいい、裏もちゃんとね、裏もあるんだね、うん、いいね、ちゃんと包装されてていいね、カンゴは、うん、こっち裏見せてなかった、うん、こんな感じで、いいじゃん、ねずこと炭治郎が映ってますね。ね、うん、2連続炭治郎でした。3番目いきます。はい、じゃん、お、え、と炭治郎じゃない、結構炭治郎ですね。炭治郎ですね。炭治郎が多いのかな、はい、普通に修行の時ですね。おお、はい、いいじゃん。次、5枚目、はい、あ、4枚目か、4枚目いきます。じゃん、お、富岡さんだ、かっこいい、いいじゃん、いいね、いいね、うん、いいね、なるほど。後ろは何、あの漫画になってるの、漫画というか漫画のアニメのシーン、あ、アニメ、アニメのシーンか、そう、アニメのシーンが一部の、アニメのシーンのほら言葉、俺が来るまでよく来られたとか、なるほど、なるほど、そういうのが載ってるの、そういうのが載ってるんです。5枚目、はい、じゃん、お、これは字がない、え、字がないってことは、字がない、なんかスペシャルカードとか、ね、これは場面カードが25種、ビジュアルカードが1種、ビジュアルカードじゃない、これシークレットカードが1種だからビジュアルカードだね。番号振ってある、30番、あ、026から034がビジュアルだから30番はビジュアルカードだね。ビジュアルカード出ました、いいじゃん、ビジュアルカード、いい、ね、いいね、いい感じ、いいね、いいね、じゃあ今までのはずっと場面カードだね。うんだね、そうだね、全然わかんない場面カードとか。よく読まないだけだったよ、よく読まないだけだったね。シークレットが1枚か、そう、シークレット1枚だった。35いきます、うん、じゃん、あ、かぶった、かぶってない、でかい、あ、かぶってない、富岡さんだ、かぶってないけど富岡さん、あ、かっこいい、かっこいい、すごい種類あるんだね。ポストケース買ってもコンプリートはできないってこと、ね、34種類だもんね、20だもんね、そうだよね。次いきます、はい、じゃん、ねずこです、ねずこ、かわいい、すごい、こんな感じで、あ、なるほどね、はい、なるほどね、はい、はい、いいね、はい、次いきましょう、次いきます、うん、じゃん、お、これはビジュアルカード、あ、いいじゃん、いいね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 、ビジュアルカードいいね、いいね、全部アニメのシーンであるやつ、うーん、漫画でもあるけど、へえ、いい感じ、いい感じ、はい、はい、次行きましょう、次行きます、次に、1234567899枚目、しのぶちゃんだ、おー、これ金輪は入ってんのかね、どうだろう、でもアニメで出てきてるから1枚ぐらいはあると信じたい、うん、そうだね、ラインナップにはあるかもしれないけど少なそうだね、ね、10枚目、はい、いきます、おお、無惨様だ、あ、かっこいい、すごい、かっこよくない、うん、無惨様って意外とかっこいい気がする。悪者なんで嫌いなんですけどかっこいい気がする、うん、確かに。これで半分終了です、半分終了、10枚、はい、次行きましょう、11枚目、じゃん、お、善逸だ、おー、かっこいい、かっこいい、善逸です、善逸です、はい、場面カードですね、はい、はい、じゃあ次12枚目、12枚目、はい、じゃん、うん、おー、出た、かわいい、かわいい、かわいい、よかったね、よかった、出た、まさか本当に出ると思わなかった、正直、かわいい、やば、よかったですね、よかったですね、はい、13枚目、はい、いきます、じゃん、あはは、切れてない、遠慮したやつだ、これ、あ、そっか、そっか、いきます、じゃん、お、おお、誰かわかる、これ、たまよさんって書いてある。誰かわかる、たまよさん。違うの、
の？待って、玉代さんとゆしろー。わかる。ゆしろー知らない。知らない。いいよね。この2人。このセットはどういう関係なの？このセットは、鬼なの。うん。めっちゃいい人。めっちゃいい人。めっちゃいい人なのね。めっちゃいい人。次15枚目ですね。14枚目かな。まあとりあえずいきます。じゃん。おお、炭治郎としのぶちゃんです。場面カードですね。場面カードですね。囲ってますか。14、次15だね。15枚目ですね。はい、あっという間だね。消えちゃった。ごめんね。岡さんごめん。岡さんごめんね。はい、行きます。じゃん。すいません。じゃん。あ、かぶったんじゃない？かぶった。初かぶり。ムザン様、かぶりました。かぶりました。はい。ムザン様の好きな人いるかな。どうだろう。お友達にね。次行きます。じゃん。富岡さんだ。ママ、ここはわかるよね。1話だよ。ああ、1話だけ見たの、ママ。でもね、1話わかるよね、富岡さんです。1話だけ見ました。はいはいはい、じゃあ次17かな。見て、めっちゃ遠慮してない。めっちゃ空いてないじゃん。16枚目、じゃん。炭治郎だ。炭治郎です。おお、これ17だね。17枚目で。そっか、17枚目。はい。反射しよく見えない気がする。本当？こんな感じで。はい。18枚目いきますよ。はい。あとちょっとですよ。あと3枚ですよ。はい、早い。早い。まだね。いきます。18枚目。じゃん。しのぶちゃんと、むいくんと煉獄さんの。あ、むいくん出たね。リミ。でもこれも場面カードだよね。場面カードですね。ね、こんな感じで。なるほど。はい。後ろにはね、天元様とね、姫島行明、思い出した。はい、はい、はい、5人います。はい、5人います。はい。あと2個だ。やばくない？柱の名前全員言ってたのに、ど忘れするとか。はい、ということで19枚目いきます。はい、じゃじゃん。あー、炭治郎。あれ、かぶってないか。かぶってない、かぶってない。すごい種類あんだね、炭治郎ね。めっちゃ炭治郎種類ありますね、これ。炭治郎でした。かっこいい。かっこいいね。かっこいい、はい、ラストです。ラストです。なんでしょうか。ラストです。早いです、次ラストです。早いですね、めっちゃ早いと思います。はい、ということで、はい、ラストいきます。いきましょう。あ、じゃじゃ。お、かわいい。ビジュアルカード全員と伊之助も写ってますね。いいじゃん、伊之助。かわいい。かわいいですね、こちら、ね、はい、はい、シークレットはね、残念ながらね、出ませんでしたけどね、はい、よかったです。でもそれも嬉しいです。本当に20枚もカード、嬉しいです。やっぱカードあるといいね。いいね、うん。食べてみますか。ホワイトチョコ、え、ホワイトチョコじゃない、食べてみる。ホワイトチョコなんだけど、食べてみますか。いただきます。どう、ホワイトチョコだ。おいしい。おいしい。おいしそうだね、これ。ホワイトチョコおいしそうだね。うん。あ、バニラクリーム味、ひーちゃんの好きな。美味しい。うん。うん、これは美味しいですね。あ、そんなに重くないね、このお菓子。うん。うん。まだ、そんなに、ペロリと食べれそう。はい、ということで次にね、このね、ロングステッカーガム、あげていきたいと思います。はい。こちらね、本当にね、ステッカー切らないように、本当上の方を切らないといけないんで。オッケー、開きました。
いきますね。はい。おお、なるほど。こういう感じ。イグロさんでしょ。すごい。あ、かわいい。おお。サビドとマコモだ。かわいいね。かわいいね。キラキラ。あと最後にねずこちゃんです。ねずこちゃんいいじゃん。なかなかいい。いいよねこれ、うん。めっちゃ良くない？ほらめっちゃキラキラしてて。これステッカーだから。え、かっこいい。あ、かわいい。すごい、ね。え、お菓子は？お菓子ガムです。入ってる。あー、これか。なるほど、このガムが入ってますからね。はい。続いて。もう一個あるのでね。はい。いますよ。はい。もう、イグロさんだ。バターも違いますね。こんな感じで。本当だ。かぶってはないですね。あと、みよこさん。しのぶちゃ ん、いいね、いいじゃん。柱の貝でした、うん、かぶってないですね。いいですね、うん、こんな感じで計6枚、ね、いいじゃんこれ。いいじゃんこれ、うん、かわいい。かわいいね。嬉しいです。初めてだけど買ったね。かわいい、めっちゃ嬉しいです。これは何種類？32種類？32。すごいあるね。へえ、いいかも。いいかも、ね、いいかも、うん。はい、じゃあ次は最後。これはもうピリピリって開けられるかな。そうですね。日輪刀コレクション、こういうの開けていきたいと思います。はい。これは比較的出たばかり。そんなことない。このね。ね。うん。まずガムついてました。あ、そのガムはこれなのね。これはこっちのガムです。種類が違うね、さっき。いきます。はい。イノスケだ。あ、かわいいね。こんな感じで、これが刀で日輪刀、うんうん、でこれが日輪刀を置くやつで、カードもさせるっぽいですね。ほら、あ、本当だ。映ってる？映ってない。じゃじゃん、見てください。これこんな感じです。あ、両方あれなんだね、立つんですね、ちゃんと。はい。いいじゃん。でね、カードがね、うん、A と B あって、うん、こんな感じで A と B？ うん、これね、刀が A と B あるんですよ。あ、そうなんだ。刀って写真、はいはいはい、はい、カードが、うんうん、こんな感じで刀は同じだけどってこと？そうですね。へー。なので、今出た猪之助のが B ですね。そうですね。はい。なるほど。じゃあ次、次、ラストです。開けましょう。どうかな、どうかな、何かな。いきまーす、うん、え？猪之助のカードがまた違うやつ。A の方だ。 A の方です。わー、あれ隣取ってきちゃったかな。うん、違う、めっちゃ奥の方から取ってきたんだけど。マジで、猪之助で選んでじゃん。私、猪之助で安いんですよね。同じ刀になっちゃったね。え、別に良くない？猪之助だってさ、うん、二刀流だよ。あ、そうなんだ。いや、しおちゃんがいいならいいけどさ。すごい、ちゃんと開くの、それ。すごい。すごい、ちゃんとあれなんだね、刀。めっちゃキラキラしてます。うん。思ったよりか。おもちゃなのに。あ、まあね、そこはね。はい、こんな感じでーす。どうですか？どうです、これ。いいんじゃないですか、なかなか。ねえ、ね、うん、いいと思います。はい、ということで今回はね、うん、ウェハースと、ロングステッカーガムと、うん、日輪刀コレクション、はい、ね、を開けてみました。開けてみました。はい、ということで嬉しいです、はい、満足ですね。はい、開けるのがね、やっぱ楽しいですよね。そうですね、うん、それではバイバーイ。